はい、皆様こんにちは。リップルフィッシャースタッフ、野田です。柿下です。岩瀬です。本日は2022年の新発売となりますランナーエクシード9号 TC をご紹介していきます。まず早速なんですけれども、ランナーエクシード9号 TC の製品のコンセプトをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ランナーエクシード9号 TC の、製品コンセプトは、難しい状況の打破です。難しい状況とされる、晴天無風時だったり、ハイプレッシャーでの魚のスレ、こういった時、ターゲットはいてもなかなか口を使いづらくて、台ペンの単調な操作のみではちょっとなかなか釣るのが難しい時ありますね。はい、そういった時に、台ペンのテクニカルな操作だったり、ポッパーとアンダーウォーター系のルアーっていうのを使って、攻略をするためのモデルになります。このロッドがアングラーの意図した通りの、アクションをルアーにつけることができ、すごい、使い手の引き出しを増やしてくれて、引き出しの多い人ほどその、ロッドの進化が発揮されるみたいな感じのロッドになってます。その厳しい状況に対応させることができるロッドということですね。はい、続きまして、次はロッドの特徴ですが、いかがですか。はい、ロッドの特徴としては、圧倒的な軽さと、もうバランスの良さですね。もうここはもう本当にもう強く言いたいところですね。もうランナーエクシードの中でも、中でも群を抜いたこの軽さとバランスの良さですね。もともとバランス、ランナーエクシードいいですけど ね、その中でももう圧倒的ですね。はい、そしてブランク全体の張りの強さですね。ここもまたもうすごくもうアングラーに対してその引き出しを増やすっていう部分でもいいのかなと思います。いいですね。ブランク数のレスポンスの高さと操作性ですね。この操作性に関しては9.5 フィートですけども、その短さを感じさせないもう操作性ですね。で、もう次は飛距離ですね。ものすごくその飛距離も、レングスは9号なんで9フィート5インチ、一番短いですよね。そうですね、もうシリーズ中一番短いですけども、やはりもう飛距離に関しては、103とか、10フィートクラス、10フィートクラスにもう遜色ない飛距離をですね、やっぱ叩き出してくれますね。なるほど。他はどうですか。そうですね、あとはもうキャストフィールはもう言うことはないしですね。もうそれとやはりもうキャストフィールに関して言うと、もう逆風ですね、の時でもそのショートリングスっていうところで振り抜けがすごくいいですね。なるほど。でまたそこから魚をかけた時の操作性の良さと、もう力強さ、コントロールしやすいですね。そういったところも実際こう使っていただいて、もう体験してほしいところですね。なるほど。そのロッドの特徴、軽さバランスがあるからこそ、全ての操作においてもより高い次元 で、もう行えるということですね。いいですね、使ってみたいですね。では続いてはですね、スペックの紹介です。ランナーエクシード9号 TC のスペックですが、ロッドリングスが9フィート5インチ、ロッド自重が 290g、ラインマックスが PE の4号、ルアーマックスが、ジグが 120g、 プラグが30-90g になっております。はい、とただいまスペック、あったんですけれども、聞いた感じ、現行のランナーエクシード 911MH、ちょっとスペック近いかなという印象だったんですけれども、実際はどういった違いが、スペック以外の違いがあるんですかね。そうですね、確かにスペックだけを見ると近い2機種になりますが、95TC とはそのメインで使用するルアーだったり状況と、各部の使用も違いますし、調子っていうのが一番大きく違いますので、一つずつご紹介していきます。お願いします。はい、とまずは使用する状況からですね。コンセプトでもお話した通り、
95TC は、うん、難しい状況下での使用っていうのを想定して開発されています。で、まあ、今までその魚はいるけど口は使わないみたいな状況もですね、あの多種多様なルアーをテクニカルに使い、まあ、状況その場その時の状況を攻略するっていうモデルで、まあ、アングラーの本当引き出しを増やしてくれるようなロッドになってます。いいですね。やっぱり一本のロッドでずっと大ペンとかだけじゃどうしてもまずね、時代が集中力って持たないんで、確かこういったいろいろ小技というか引き出しを出せるロッドってやっぱりもうバイトも得やすいと思いますし、集中力を継続するためにも本当そこですね。いいですね。本当今まで試合じゃないからちょっと待つとか、そういうこともあったと思うんですけど、まあその時間もその試行錯誤するっていうのがすごい楽しくなってくると思います。まあもちろんその投げずに待つことも大事ですけど、まあいろいろこう試せるっていうのがですね、やっぱ超過にもこう流れますよね。まあ実際ルアー投げて引かないと絶対釣れないですからね。まあ、こんなこともできる、あんなこともできるみたいな感じですね。いろいろこう自分のテクニカルを結構引き出してもらえれば、まあそうですね。あとやっぱりもう試行錯誤が楽しいって言ったんですけど、本当もそこですよね。そうですね。そうですね。やっぱり楽しいから、釣りを釣りに通ってるわけであって、そうですね。まあそういった釣れない時間も工夫することで楽しいと思えれば最高の、ロッドだとは思いますね。まあ、ところでちょっと話は変わるんですけれども、まあ、ランナー FC の 95TC の TC、まあ他のモデルにはやっぱりパワー表記でこれだけ TC だったので、まあ、その理由というか略、まあ、何の略かなと思ってそこをちょっと聞いていきたいんですけれども、まあ、一応この TC がですね、まあ、テクニカルの略で、まあ、本当テクニック重視の技巧ハングラーにこそまあ使ってほしい、もらいたいロッドになってます。なるほど。で、そうですね。まあ、パワークラス的にはもう、まあ、911MH と同じ、まあ、ちょっと強めの MH クラス、MH クラスってことですね。はい、になってますね。で、まあ、10キロぐらいまでの魚とは楽にファイトできるようなパワーを持たせてます。で、まあ、911MH と比較すると、まあ、パワーは少し強くなるんですけど、特に、まあ、ブランク全体の張りがですね、すごく強くなる。で、まあ、レングスも短いんで、まあ、よりそのシャープさとか軽快さっていうのは強く感じるモデルですね。なるほどですね。はい、まあ、911MH が、まあ、どちらかというとやっぱり曲がって、まあ、粘るさをという印象だったので、まあ、95TC はよりシャープに、まあ、よりハリ感がするということで、まあ、若干まあマニュアル昇進の差をということでいいんですかね。そうですね。まあ一応911の MH もジグなども使いやすいモデルですけど、まあ、95TC の方がよりレスポンスが高く、まあ、操作性の高いロッドになります。ただまあそのラフウォーターの時だったり、まあ、台ペンをエラーなく使いたい時とか、まあ、足場が少し高い時とか、まあ、そういう時は911っていうのもおすすめですよね。そういった使い分けが、まあ、最も効果的ということですよね。そうですね。いいですね。まあ本当に気候派アングラーの、まあ、引き出し技というのもどんどん活用していって、まあ本当に狙っていける一本ということで、そうですね。まあ基本的にはこの 95TC はその大型のヒラマスを狙うというより、まあ状況の悪い時にいかにアベレージサイズを取るかっていうためのロッドですね。でやっぱプラグモデルとはまあちょっと調子も全然違いますし、まあ相反する特徴っていうのを持ったロッドだと思っていただいていいかなと思います。ありがとうございます。はい、あと、まあ、次に仕様についてですけど、95TC の、まあ、ガイドは RV ガイドと K ガイドのコンビ仕様で、まあ、全て下のガイドになります。まあ、軽さとですね、糸抜けの良さっていうのを重視したガイドセッティングになってます。はい。で、まあ、リールシートは DPS の20で、エンドはラバーキャップを使ってます。まあ、本当バランスが良くて1日使うのも楽に使えるロッドに仕上がってま す、ね、非常に軽いですね。はい、ではこれまでですね、ランナーエクシード 95TC の説明をさせていただきましたけれども、はい、まあ、最後に、まあ、おすすめする状況や、まあ、アングラーについて深田さん、教えていただいていいですか。はい、そうですね、
じゃあまずそうテクニカルにルアーをですね、うん、あの操作したいアングラーの方々ですね、うん、そういった方々にちょっと送り一本になってますので、まあ、PC ですからね PC ですね、うん、はい。で、まあ、どういった状況で使うかというと、うん、まあ、ラフウォーターだったりです、ね、うん、まあ、ベタなぎだったりとか、うん、そういった時にですね、さまざまな状況にですね、うん、あのアングラーサイドでもう引き出しをいっぱいこう引き出してほしい、うん、そんなロットになってますね。でルアーもですね、こういったあの、まあ、しっかりしたミノですね、うん、まあ、これ17センチですけど、まあ、今もう流行りですよ ね、 そうですね、もう巻き物系ですね、うん、まあ、こういった、まあ、浅間詰めのミノとか、うん、あとはその誘い出し、もちろんこういうトップウォーター系です ね、うん、ね、これも、何センチか20センチですね、まあ、こういった、まあ、ポッパー系、あとはこうそういう、まあ、ペンシルですね、うん、もうこういったものも使えつつ、なおかつあの本当テクニカルっていった意味で、うん、こういうですね、アーリスタネズール、まあ、本当にもう自分の、うん、なんかね、もうロット操作、うん、まあ、自分で、うん、あの食わせの間合いを取りたいところですね、うん、そういったものをですね、こういったルアーで、うん、テクニカルに本当に食わせる、うん、操作する一本の、うん、まあ、ロットかなとは思いますね。なるほど、うん、まあアングラー自身の、まあ、うん、意図したところで食わせれるような、そうそう、はい、そうですよね。そうですね、うん、で、まあ、プラグだけでなくですね、こういったジグですね、うん、もちろんもう、まあ、さっき言ったようにですね、こういう、まあ、ミノもそうなんですけれども、はい、まあ、こういったジグもですね、まあ、対応することも多々ありますので、うん、ジグもですね、幅広く、まあ、使えるようにはなってますんで。そうですね、まあ、ジグウェイトも、まあ、120g、 そうですね、うん、ものすごくあの情報量が多いロットになってますんで、はい、やはりそのジグに関して、うん、やっぱりその潮が速いところ、ね、弱いところですね、うん、そういうところすごく感じやすいんでですね、はい、そういった意味でももうすごく本当テクニカルに誘えたりと、うん、いうことでできますんで、うん、いいのかなと思いますね。なるほどですね、まあ、他にも、まあ、はい、まあ編成時の、うん、サブロットと出してもそうですね、はい、まあ、そのまあ、常に1本お持ちの、うん、アングラーの方、まあ、ユーザーさんとか中央タックルとか、はい、うん、その中でちょっとまあまあ、ちょっと軽くしてちょっと休んでみようかなとか、ちょっと小さいやつね狙ってちょっと落として探ってみようかなとかいう方たちにもですね、まあ、ぜひこう使ってほしいタブロット的な部分でもいいのかと思いますし、まあ、それ以外にも本当これをメインで使っていただいてもそうです、ね、はい、全然もう大丈夫ですね。まあ、あの前の柿下さんからもあったみたいに、はい、まあ、プラグモデル、うん、メインはまあ本当真面目なチャンスの時は、うん、プラグモデル6号タックルで、まあ、やっぱり大型ヒナマスを狙う、うん、まあ、ただそうじゃないときはもう本当に2本目としての、まあ、サブロット、そうですね、うん、そしてもやっぱりもう遠征とか兆候に忍ばせておくと本当に一日中、うん、一日中遊びますよね。で、まあ、あとはその、うん、まあ、リールに関してですけども、はい、まあ、9号 TC ですんで、はい、まあ、マックスが PE が、まあ、一応4号ということで、はい、あのリールはまあ8000番からまあ1万番、うん、クラスですね、はい、もうちょっと使っていただけるとすごくバランスも良くてですね、うん、もう軽快に扱えるのかとは思いますね。なるほど、まあ、ちなみにちょっと1個聞きたいんですけれども、はいはい、まあ、メインでテストをしていただいたんですけれども、はいはい、テストどうでした？マックスとか、まあ、はい、そうですね、マックスは平間さんに関して言えば、そうですね、13キロオーバー、はい、オーバーですね、まあ、4号タックルですね、はい、ですね、まあ、もう本当にまあちょっと浅いところだったんですけど、うん、まあ、そこはやっぱりロットの情報量がすごく多かったんで、はい、いや引っ張るとこは引っ張るですね、うん、で抜くとこは抜くみたいな、うん、でそう溜めるとこは溜める、うんうん、そういう情報量の多い竿だったんで、しっかりその安心して、なるほど、うん、細い糸でも取ることができましたね。まあ、パワーファイトに向いた竿ってわけではないんですけど、なんか止めるというよりも、ね、魚のまあ動きっていうのを先読みして、先読みしてです、ね、まあ、リーディングとか竿のまあ張り感でコントロールしていけば、もうそういった13キロももう全然ですね、もうまさにそのなんかテクニカルに、うん、いいですね、さまざまな場所 で、ね、操作だけではなくて、はい、まあ、操作からファイトまで、うん、すべてテクニカルに、ね、うん、アングラの意図を反映してもらえます。はい、間違いないです。あ、いいですね、いいそうですよ、はい、ですね、細い糸でもですね、うん、しっかり本当もう伝わってくる情報を、うん、アングラーサイドで、なるほど、うん、はい、もうそれをさばいていけば、うん、しっかり大きいの取れますんで、うん、まあ、そういった感じ取ってほしいのと、はい、ということですね。まだまあもう自分もそのいろんなところに行っても限界なだ以外にもですね、はい、南方とかでも行って使ってましたんで、はい、そうですよね、はい、
そういった意味でも、もうぜひ使ってほしいですね、うん。まあでも実際その小笠原に書いてましたよね、うん。そうですね、はい、よくやってやってましたね、うん。全部でかいじゃないですか。でかいですね、でかい。もうでかいですね。まあ実際どうせ4号タックルで、そうですね、はい、やはり状況によって補足しなきゃいけない状況もあるんで、うん、そういった意味では4号タックルに落として、4号で、まあ、ルアーも小さくしつつ、うん、大きいやつをかけても、うん、しっかりファイトできますね。なるほど、はい。まあ、本当に九州の玄関屋だから、うん、まあ、小笠原ってなかなか行かない、そうですね、なかなかですね、ないと思うんですけれども、はい、やっぱり南方系の、うん、まあ、釣りでも全く問題なく釣りをすると、そうですね、全然もう全くできますね、はい、でもそこはもう安心して使ってほしいと思いますね、うん。まあ、4号タックルなので、はい、やっぱりまあ、うん、スタンダードですよね。そうですね、パワーフルティーは、ね、はい、どこに行っても通用するロットに従っているのかなとは、はい、ある程度経験積んだユーザーさんもしっかり使っていただきますし、はい、また、まあ、女性のアングラーさんとかもですね、はい、そういった方たちに もう使いやすいのかなと思いますね。なるほどですね、はい。まあ、そのあと9号 TC、はい、と、まあ、持っていくロットっていうのはどれが、はい、うん、相性するわけですか、ね。そうですね、まあ、自分の好みなんですけども、はい、自分はその103をよく、はい、まあ、多用させてもらってるんですけど、まあ、針が、そうですね、はい、なんで針のある103と 95TC、はい、でこの2つが、まあ、主にやっぱりこのテクニカルな感じのロットという部分で自分は、はい、性格が、はい、なるほど。とまた別にその104ですね、うん、プラグモデルと911が同じようなテイストかなっていう感じでやってます。まあ、それマニュアルよりの系統か、ね、うん、まあ、オートマチックな系統かということで、そういった感じで分けて考えてもらえれば、うん、もうそれもいいですし、うん、まあ、ただもちろんその2つの、はい、うん、もう組み合わせはですね、うん、まあ、プラグモデルと 95TC 持っていただいても、まあ、さらなる相乗効果が、そうですね、はい、引き出せるような差という認識で、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい。まあ、ちょっとここまでですね、まあ、いろいろ話を聞いていただきましたけれども、うん、まあ、この出張動画皆さん気になると思うんですけれども、こちらもですね、近日中にアップをさせていただきたいと思いますので、はい、まあ、アップがされた際はですね、ぜひご覧くださいませ。またですね、ランナーエキシード 95TC なんですけれども、発売日は2022年ですね、の末を予定しております。ぜひよろしくお願いいたします。では、お話聞かせていただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では